ワンリーホンはアメリカ合衆国ニューヨーク州出身の歌人で台湾を拠点に活動をしている男性歌手、俳優である。血液型大型。1995年19歳の時台湾 BMG よりデビュー。幼い頃より音楽的才能を発揮し兄が始めたのに影響を受けてバイオリンをはじめピアノ、ギターを学ぶ。 マサチューセッツ州のウィリアムズ大学に入学し、音楽を専攻する。卒業後、バークリー音楽院に入学して、ジャズを専攻。現在は休学中である。1999年、第10回金曲、進む流行音楽では、最優秀国語歌唱賞と、最優秀アルバムプロデューサーの2部門を受賞した。2003年には、たった一人の君へ、ラストナイトで、 日本デビューを果たした。家族は、医師の父、経営学修士の母、2歳半年上で、シカゴ大学以下大学院在学中の兄れを、9歳年下で、マサチューセッツ工科大学在学中の弟リー、会の5人家族。俳優としても活躍は目覚ましく、CM、映画に数多く出演している。日本でも、ムーンチャイルドに、ガクト、山本太郎、そして、 ハイドラと出演している。スパイ N では、藤原の理科とも共演している。英語、中国語、台湾語、フランス語、日本語が話せる。2013年11月に結婚し、2014年7月に第一子女児が誕生した。2015年1月台湾にて新婦を発売した。2015年5月に出演映画、ブラックハットが日本で上映予定。 ありがとうございます。